どうも柴田でーす。はい、ということでね、 2.5 倍、スキルアップ 2.5 倍が来たのでですね、今日は僕の最強の曲芸師パーティー作りのため、スキル上げをしていきたいと思います。はい、スキルを上げるモンスターは今回パンドラ、そしてブドドラ、ドラウンジョーカー、この3体です。さあ、材料はですね、パンドラの材料である妖精、妖精が6体、本当はもっといるんだけども、あと5体いるんだけども、これはまだ進化してないので、これはまあ後で食わせるとして、とりあえず 6体、ブドドラ、ブドドラの材料であるこれが、パープルシードラ、これが14体です。最後、ドラウンジョーカーのスキル上げ材料の、このアメペンドラが15体ということでね、僕の体感的には5つ食わせると1か2上がる計算なので、まあスキルレベルそれぞれ3、4、5ぐらいを上げていきたいね。はい。つう感じで、やるぞ。やるぞ。行くぞ。秘密の箱。秘密の箱。行くぞ。行きますよ。マジで？もう一発いきます。俺もうね、この前に10体壊してるからね。いきますよ。16体目、上がれ。いきます。嘘だろ。よし、1つ。もう1ぐらいいっとけよ。どうした、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 どうした。おーい、くー、俺の魔法石15個が、いますよ。よし、1、2、 OK。 続いていきます。ここでも2上がれ。最後にスキルマなっちゃえ。
来い来い。さあ来い。OK! スキルマーということでね、結果発表からすると、現在パンドラのスキルレベルが2、ドラウンジョーカースキルマです。そしてブドドラスキルレベル2です。メロドラ、これ P2 体食わせてスキルレベル3です。はい、まだだな、全員スキルマの道のりは遠いですな。ということで柴田のスキル上げでした。では。